1回戦 C グループは5フレまで終え、ダブルを決めた酒井がトップ。それを桜井と鈴木が追う展開で、ゲームは第6フレーム。投げたかどうか、来た、ようやくストライク。はい、初ストライクがね、6フレーム目で来ました。来ましたね。はい、鈴木プロここでボールを変えました。はい、いや、ほぼほぼ狙い通りにこう投げられて、それがね、アンラッキーなことに8番ピンが残ってしまいました。さあ一方、坂井美香、はい、先ほどこちら左側のレーンで非常にいいストライクを出しました。もう一回その投球ができるかです。これは3連続、ここもいい感じで来ているが、全ピンが残る。連続は2つで途切れました。はい、ちょっと鈴木プロ、桜井プロがダブルなしの2オープンという状況なのでね、うん、はい、まあ、そういう意味で酒井プロが、はい、頭一つ抜けてますかね。そうですね。さあ酒井美香はここは、うん、大丈夫ですね。スコアが確定しているところでいうと、トップが酒井プロで97点、そして鈴木プロと桜井プロが75点で並んでおります。同ピンで並んでますね。はい、その差、トップの酒井とは22ピン差、はい、ということです。どうか、来た、ダブル、ダブルが来ましたね。これで鈴木プロに10ピン近くリードということになります。そして酒井にも近づけるかというところですね。縮めましたね。はい、さあこのダブルは大きい。おお、ここは鈴木亜希も続きたい。どうか、どうか、来た、ストライク来ました。うん、はい、いいということも言っていましたが、はい、今このラッキーで、しかも、まあ、6フレームがね、右側のレーンでアンラッキーでしたけれども、ポケットをつけたというところで、鈴木プロ8910期待できるんじゃないかなという、うん、そんな後半に向けた調整が続いてます。さあ酒井は第7フレームどうか。ここもやはりちょっと天品が残ることが多くなってますね。そうですね、天品先ほど失敗してますから、はい、きっちりと取っていきたいと思います。そうですね。よしという声も出ました。この後、接戦の決着。